大場です。大バランチャンネルへようこそ。翔太です。大場です。大バランチャンネルミュージック担当、はい、大場 P です。いや本当にね、翔太がずっとチャンネル始めて以来、メインには翔太が弾いてるウクレレをね使わせてもらって、オープニングで始まるスイートレインドロップ、あれも翔太がオリジナルで作ってくれたんですけども、今回ね、楽曲提供を正式に依頼しまして、大場 P に。大場 P で、その楽曲というのがレース動画で、レース中に私がこうカメラを持って走ってぜいぜい言ってる、あのレースの時に流すこうちょっとこう走ってるような感じの音楽、うん、今まではパルプフィクションかなんかのね、なんか曲でミズルルーっていうね曲があって、それを翔太が10歳の時に翔太の当時のウクレレの先生と一緒に弾いてるあの曲、あれもねかっこいいけどもね、今回私がハードディスクを落としてしまって、ハードディスク全部消えちゃったんでね、でその中にそのデータも全部入ってたんです、ですけれども、これやばいと、レース最近ないからいいけれども、もうちょっとしたらレースが始まっちゃうから、翔太レース動画で流せる曲を作ってくださいと。でイメージはもうね YouTube で、そう、ミゼルみたいな感じの、そうあんな感じでオリジナルで、うん、でこう走って徐々にこうペースが上がるごとにこうね、心拍数も上がってガーッと頑張ってフィニッシュするみたいなね、そんなようなイメージでお願いしますって言って、で楽曲提供をお願いしました。作った、ね、さっき終わった。翔太はずっと趣味で音楽活動というか、音楽を作るのが趣味で、もともとウクレレをやっていて、で最近はデスクトップミュージック、そう DTM、 そう、友達とやったり、仲のいい友達と作曲したり、うん、で曲作りやったりしてね、そう、その楽しくやってんだよね、すごいよね。でその技術を拝借して作ってもらいました。どういう感じだった作るの？最初の方にコード、ウクレレでコード決めて、それを、うん、インプロバイズ、即興で弾いて、後ろに流しながら即興で弾いて、とりあえずそれでコードだけ決めておいて、コード進行決めて、でそれを流した状態でもう一回自分のソロを即興で演奏して決めたと。そう、だから全部即興、もう弾けない、もしかしてもう弾けない耳コピはできるけど、うん、もう全く覚えてない。もしもう一回やってって言ったらまた全然違う曲ができる。できる、まあ、でもそのところどころに昔習ってた先生のテイストとか、うん、今習ってる先生のウクレレのテイストとか入ってるわけでしょ。入ってるねまあその辺がね、聞いててすごくわかるんですよね。タイトルは何？タイトルは Overrun。 Overrun、 Overrun、 Overrun みたいな感じでね。おい、 Overrun、 Overrun っていうね、日本語でオーバーランっていうと、電車が駅に着いて本当だったらここで止まらなきゃいけないっていう線を越えちゃったのをオーバーランって言って、これやっちゃうとね日本ではニュースになるぐらい危ないから。そんなこのなんかなんとか線でオーバーランがありましたみたいな、なんかあんまりこうちょっと事件みたいな感じなんだけど、英語で言うとなんか限界突破みたいな、限界突破みたいな感じ、ガシ釣りしてるところが限界突破、ね、もう限界突破しちゃって、もうガシ釣りしちゃって、うん、もうなんかもう線超えてんのに、うん、やっちゃってガシ釣り、そう、ぴったりじゃないか、ぴったりだということでオーバーランですね、うん、そのポイントは、聞くポイント、聞きどころ、まあ、さっき言ったように全部即興なのと、即興、うん、ループ、そう、動画だから、動画だからずっと同じ BGM 使えるように、そうだね、その一部をこう何回も繰り返せばずっとつながって聞こえるって、ね、動画の長さも違うからね、レースの長さも違うから、めちゃくちゃ綺麗にループできるようにできたから、それすげえわー、うん、あとはあんまり普通の人はできないような、普通の人、うん、まあ結構技術が必要な技とか入ってたり、まあ、それの説明してもらってもお父さんは分かんないんだろうな、うん、で曲が大体3分ぐらいかな、ぴったり3分で収めてくれて、まあ、短くもできるしループによっては長くもできると、そう、素晴らしいオーバーランです、はい、これね、これから映像に乗せて聞いてもらいましょう、皆さんにね、はい。
それではお聴きください。オーバーランです。オーバーラン、どうぞぞ。はい、ということでオーバーラン聞いていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。どうだったかな。 ねすごいね。いやちょっと本当プロフェッショナルだね。まあ結構ミズルドゥ似たところとか前のね、今までのやつにちょっと似てるけれども、まあオマージュっていう感じ。オマージュとリスペクトを持って、ただ、まあ、完璧なオリジナルですから YouTube 的にコピーライトにも引っかからないし。引っかからないね。これで引っかかったら面白いけどね。引っかかない誰の曲ってなってる。そうこれからじゃんじゃんですね、レース動画作るときはオーバーランかけていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。ということで翔太、本当にありがとう。はい、お疲れ。ありがとう。しっかりと支払いの方はしますのでではオーバーランこれからもよろしくお願いします。お願いします。それでは、じゃあ